今から告白しますよ。初っ端から噛んだぞこいつ。俺の名前は木戸栄太、高校1年生。衣替えが終わってすぐ6月初旬の放課後のことだ。俺はクレナズム校舎の屋上に立っていた。目の前には同じ学年の女の子がいる。春崎千葉、小1からの付き合いのいわゆる幼なじみだ。高校1年生、15歳。背が小さくて俺の肩までしかない。長い髪の両端をリボンで結わえてるのがまるで犬の耳みたいに見える。クリッとした大きな目もなんだか子犬っぽくてあどけない。まだ初々しさの残る制服のスカートを吹く風になびかせている。ちっちゃい、かわいい、だけど残念。まず目つきが残念。逆三角形に吊り上がり血走っている。視線で人が殺せそう。正面に立つ俺を上目遣いにギロッと睨みつけている。そして雰囲気が残念。こめかみにはぷっくりと青筋、はあはあ猛獣みたいに息が荒い。さっき一人刺してきた。二人やるのも一緒だぜ、うん兄ちゃん、と言わんばかりの凶悪オーラ。どう見ても緊張のしすぎだった。告白と言っても赤点の答案を隠してましたとか、ショートケーキのイチゴを食べちゃったのは私よとか、そういうのじゃないのです。そんなことでわざわざ屋上に呼び出されてたまるか。告白というのは愛の告白です。はあ、分かった。お前の気持ち聞かせてくれ。いい？なんだよ。ちょっといいからちょっと。チワは屋上の入り口まで置いてあった荷物を取りに行った。茶色の革袋から取り出したるは竹刀。チワは中段に構えた。これでよし。よくねえぞ。だってこの方が落ち着くんだもん。なんかみなぎってきた。覚悟しなさい。なあ、これ告白だよな。愛の告白だよな。そうだよ、告白だよ。待て、どこの世界に竹刀振り回しながらこける女がいる。いいじゃん別に、形にこだわるなって昔道場の先生にも言われたし。そこはこだわれよ、俺の身の安全のために。だけどお前もう剣は捨てたんだろ。恋の道に生きるんだろ。少女漫画みたいな恋を目指すんだって言ってたじゃないか。愛の告白でこんなにも危険が危ないなんて。わかった、ごめん、やり直すから。今度はちゃんとやるから。あのね、A 君。恥ずかしいからその A 君ってやつはやめてくれ。私、A 君が小4の時、給食を教室に運ぶ途中で転んでカレーまみれになって、あだ名がうっかりインド人になったこと、今でも覚えてる。あったな、そんなこと。小5の時トイレを我慢できなくて女子便所に駆け込んで、2学期の間ずっと女子便所オーバードライブって呼ばれてたことも知ってる。それから小6の夏休み、橋の下から拾ってきたドッピューセレナーデっていうエッチな本を犬小屋に隠そうとして、私はそんな A 君が大好き。嘘つけ。嘘って何、私は本当に。俺の過去を暴いてどうするつもりだ。そんな精神的ダメージを与える告白があるか。そんなことまでよく覚えてるな、こいつ。だってあなたのことばかり見てたからって。いや、その漫画がどんな内容かは知らないが、ともかく愛の告白だろ。俺の長所をあげるべきじゃないのか。いつも真面目に勉強してるねとか、こないだの中間で学年トップだったねとか。だってそんなのつまんないもん。つまらないとはなんだ、学生の本分は勉強だろ。あたし中学の時までのおバカな A 君の方が良かったな。せっかく人が練習台になってやったのに、なんだその言い草は。何よその上から目線、年下のくせに。たった3ヶ月と10日だけだろうが。いつまでお姉さん気取りだ、この残念チワは。そこまでにしましょう、二人とも。その時
貯水タンクの陰から少女が現れた。銀色の長い髪が風に吹かれて踊り、青く澄んだ瞳が俺たちを見つめている。肌は粉雪のように白く、唇はさくらんぼのようにみずみずしい。半分混じっているという異国の血がなせる妖精のような美貌。同級生の夏川マスズだ。瑛太君を相手に告白の練習をするというのはやっぱり無理があったのかしら。だから俺は最初からそう言ったじゃねえか。もったいないことをするのね、春崎さん。せっかく私の彼氏を貸してあげたのに。おそれはそれは悪かったわね、夏川マスズ。 A 君なんかのどこがいいんだか私には全然わかりませんけどね。瑛太君の魅力が理解できないようではモテまくりなんて夢のまた夢ですよ。あ、おい、くっつくなよ、暑苦しい。相変わらず照れ屋ですね。そういうところも気に入っています。あ、おい、胸あ当たってる。私の前で、私の前でイチャつくなんて。だって私たちラブラブだもの、ラブラブだもの、ラブラブだもの。ふん、嘘はよくないわね、夏川マスズ。ラブラブ、どこが。 A 君冷や汗流してるじゃない、どう見ても引きまくってるじゃない。あら、そういう奥ゆかしさこそ瑛太君の魅力でしょ。まだまだお子様のあなたには理解できないでしょうけれど。あんたの趣味が変わってるだけでしょ。あら、高一にもなってクマさんパンツを愛用していそうな人に趣味をうんぬんされたくないですね。何よ悪い。だってクマさん好きなんだもん。やれやれ、あなたの好みはともかく、そんなパンツで殿方の気は引けませんよ。パンツで気を引こうだなんて考えてないわよ、地女じゃあるまいし。いいえ、乙女たるもの、愛しい人からいつ同金のお誘いがかかってもいいように、下着は常に最高のものを身につけておかなくては。だったらクマさんでいいじゃん、かわいいじゃん。そういうのが許されるのは小学生までです。高校生はやはり黒で勝負しなくては。でしょ瑛太くん。え、そこで俺に振るのかよ。瑛太くんが好きなのは大人の色気を感じさせる黒ですよね。クマさんかわいいよね、私に似合うよね。いや、相手がお前らだと下着に関係なくお断りだっていうか。ああ、なんでもないです。瑛太くんたら今日は随分そっけないんですね。いつもみたいにマスズちゃんの大パンチ、今日はどんなかな、うひょーと規制を発しつつそこらを転げ回ってもいいんですよ。やったことねえだろそんなこと。え、A君いつもそんなことしてるの。だからしてないって。と犯人は容疑を否認しており。誰が犯人だ、仮にも彼氏に言う言葉か。それがごめんなさい、今の毒舌は本心じゃないんです。染みついてしまった悪癖、いわば若気の至り。なんだそりゃ。中学の一時期、とある漫画のキャラクターに憧れていた時期があったんです。妖艶な色気を漂わせる毒舌の美女、あんな風になりたくて彼女の仕草や口調を真似して、その名残なんです。ははー、なるほどね。まあわからない話じゃない。俺も昔少年漫画に出てくるニヒルな敵役に憧れて口調を真似て悪ぶったりしてたことあるからな。ですから私の毒舌に深い意味があるわけではないのです。さらりと聞き流してくださいね、半額弁当くん。なんだそのあだ名は。賞味期限ギリギリの男という意味です。すっげえ深い意味ありそう。 A 君、一体全体この女のどこがいいの。あ、もしかしてマゾなの。さあ、俺にもよくわかんないや。簡単なことですよ、春崎さん。瑛太くんが欲しいのは私の体だけなんです。頼むからお前は喋るんじゃねえ。そう、信じがたいことに他の女がいくら願っても手に入れることのできないたくさんの宝物を独占するこのありえないくらいの美少女夏川マスズは俺の彼女なのだ。本当はただの彼女ではないんだけどな、千葉には内緒だが、これはまあそんな感じで俺が修羅場をくぐり抜けたりくぐり抜けられなかったりする物語である。
ドラマ CD。 俺の彼女と幼馴染が修羅場すぎる。自分で言うのもなんだが、俺は恋愛アンチだ。あんなものはただのまやかし、一種の熱病だ。人前でイチャつくカップルを見たら、誰だってうざいと思うだろう。どっか行けと思うだろう。あれこそが恋愛の真の姿。脳内麻薬やら何やらがバンバン出て羞恥心を失ってる状態だ。他人がやる分には好きにしろという感じだが、俺はごめんだ。たとえ人前でなくても、あんなみっともないことはしたくない。俺がモテないだと？そんなことはない。告られたことならある。若葉幼稚園星組の時にな。まあ、過去の栄光はともかく、確かにその理屈もわかる。三流大学生が、学歴なんか関係ないねって言っても様にならないのと同じ。年齢イコール恋人いない歴の俺が言ったって、ひがみにしか取られない。だから誰にも言わない。しかし本心だ。原因は俺の両親。恋愛ドラマのように出会い、愛し合った両親の恋バナを小学生の俺は年中聞かされた。恋愛ドラマのように結ばれたはずの両親の醜い喧嘩を中学生の俺は年中聞かされた。そして中3の夏のある日、両親はお互いに見つけた別のパートナーと共にそれぞれにとんずらして姿を消した。親類に俺を押し付ける置き手紙と養育費代わりの自宅の権利書を残して。俺は自分の親と恋愛ってやつが嫌いだ。もちろん理屈ではわかるさ。俺の両親みたいな人たちばかりじゃないって。幸せな恋愛をして幸せな結婚をして、そういう人の方がよっぽど多いのだと。がだからといって俺は幸せな恋愛をしてみせると思えるかどうかはまた別の話だ。恋愛なんかしなくたって生きていける。気の進まないことを無理にしなきゃいけない道理はないだろう。第一、そんな暇もない。俺には目標がある。地元国立大学の医学部に進学し医者になるという目標が。しかし医学部というのはとにかく金がかかる。家ごと俺を引き取ってくれた恩人、現保護者であるおばの紗恵子さんにこれ以上負担をかけるわけには絶対いかない。そこで俺の通う県立羽野山高校（括弧通称羽高括弧閉じる）には抜群に学業優秀、そこを極めて寮の生徒にのみ与えられる国立大への推薦入試枠（括弧奨学金付き括弧閉じる）がある。俺が狙うのはそれだ。高校に入って初めての中間テストで俺は学年トップの成績を取った。中学時代の成績は中の下というところだからかなりの進歩と言える。だが慢心などするものか。今後もこの成績を維持していかなくてはならない。だから恋愛にうつつを抜かしている暇なんてこれっぽっちもないんだ。というわけで喜怒哀楽三つの誓い。1、勉強第一。2、恋愛不要ラブルな危険。3、ホモと間違われないよう気をつけよう。これだけ守れば俺の高校生活はパーフェクトになるはずだ。がしかし一人、こんな俺にもたった一人だけ切っても切れない性別女がいる。幼馴染という名の腐れ縁、春崎千和。まずはそいつの話から始めようと思う。それは5月の終わり頃、衣替えを控えたある日の出来事だった。あいつ何してんだ。おい、チワ。おっ、スエイ君、今日のおかず何？お前、
なんで竹刀なんか振ってるんだ。そこに竹刀があるからかな。だってお前剣道はやめたはずだろ。部活はね、先輩たちからは何度も誘われてたけど、やっと諦めてくれたみたい。それなのに竹刀振ってたら意味がないじゃないか。大丈夫、先週の検査の時素振りくらいなら問題ないって言われたもん。本当か？本当だってば。まったく A 君は心配性だよね。あまり無茶するなよ。腰はその感じの通り体の要なんだからな。ふーん、なんか今日は優しいじゃん。何？私のパンツでも見たいの？誰がお前のパンツ？あらあら、 A 君お年頃ですか？パンツって単語がそんなに刺激的？誰がお前の子供パンツなんざ見たいか。ふーん、無理しなくてもいいのに。もういい、晩御飯の買い物に行ってくる。あ、待って待って、私も行く。ダメだ、お前が来ると余計な出費が増える。今日はお菓子ねだりません。約束します。3分で支度しろよ。はいはいはい。まったく。チワは小学1年から中学3年までずっと剣道をやっていた。やっていたなんてもんじゃない、剣道一筋だったと言ってもいい。中2の冬の県大会で団体戦ベスト4、個人戦準優勝。身長や体格のハンデをものともせず、次の夏には全国も狙えるだろうという剣士だった。ところが中3の夏、最後の大会を目前に控えたある日、千葉は交通事故に遭った。部活のジョギングの最中、横を通り過ぎたトラックの積み荷が突然崩れてきて下敷きになったのだ。全身ひどい怪我で、大手術の後中学最後の夏休みをずっと病院で過ごして、その後も必死にリハビリに励んで日常生活に問題ないところまでは回復した。だけどもう部活のような激しい運動は無理ということだった。と思ったんだが。何何？漫画やドラマだと幼馴染の女の子が料理を作ってくれるパターンが多いよな。そうだね。なぜ俺たちは逆なんだろう。え、何？私の料理食べたいの？いや、遠慮する。今日のテレビつまんないね。あ、そういえばさ、 A 君のクラスに夏川マスズって子いるでしょ。ああ、いる。すっごいよね、なんかもうお姫様みたい。クラスの男子が騒いでるから今日何気に見に行ったんだけど、びっくりした。髪は銀色だし、瞳は青いし、北欧だかどこかからの帰国子女なんでしょ。家もすっごいお金持ちなんだって。らしいな。もうめちゃめちゃモテてるらしいじゃない。入学から2ヶ月でもう2桁も告白されてるって。実際彼女を見る前は眉唾だったけど、ありゃガチだね、2桁だね。そうだな。何よ、 A 君は興味ないの？高嶺の花すぎて諦めてるとか。別に、俺はあんまり好きじゃないな、あいつ。そっか、そうなんだ。うんうん。チワ今日のお米すっごく美味しい。いや、いつもと同じ米だけど。おい、お茶入れたぞ。ここに置くからな。やれやれ。晩御飯の後、俺はリビングで明日の授業の予習を。チワはサイコさんの部屋から漫画を山ほど持ってきてソファーで読み始めた。おばのサイコさんはとあるゲーム会社に勤めている。シナリオも書けば絵も描く、プログラムもするし、時には音楽も作ったりする、何でもやらしい。作っているのは俗にギャルゲーとか乙女ゲーとか呼ばれる恋愛を題材にしたゲームだ。ゆえに仕事の資料としてサイコさんの部屋には大量の少女漫画が置いてある。それを夕食後読み漁るのが最近のチワの日課なのだった。
こういうの、こういう恋がしてみたいってこと。どういう、読んでみ読んでみ。なんだよもう。幼なじみの男と女がそれぞれ別々の相手と付き合っているのだが、ある日お互いの気持ちに気づき、たくさんの障害を乗り越えてついに結ばれる。は、陳腐なストーリーだな。幼なじみが彼女とか普通はありえないだろう。兄弟同然なのに。え、そう定番中の定番じゃない。物語の中だけのな。そもそもお前と俺を見てもありえないってわかるだろう。だよねありえないよね。だろ。まあ幼なじみは置いといてもさ、こういう熱愛っていうか、ラブラブっていうか、恋愛に打ち込んでみるのもいいかなって思って見ちゃったりもするのよ。高校生なんだし。それは具体的にはどうしたいんだ。モテまくりたい。正直なやつ。たくさんの男子にモテまくって、くっついたり別れたりを繰り返すんだけど、最後は身近ないつもそばにいる冴えない男の子に手を差し伸べちゃうみたいな。これも定番でしょ。はぁ、なるほど。だが諦めろ、10年早い。え、なんで。まずモテまくりっていうのが無理だろう。お前がおしゃれしたりメイクしたりしてるところなんか見たことないしな。服もあんまり持ってないんじゃないか。たくさん持ってるもん。ジャージなんて5着もあるんだから。男の目を気にしたこともないんじゃないか。こないだも男子に混じってグラウンドでサッカーやってただろう。制服のままで、しかも平気であぐらかくし、スカートで足パタパタするし、風呂上がりはバスタオル1枚で、ベランダで腰に手をやって牛乳一気飲みだしな。向かいの家の朝倉のおばさんが笑ってたぜ。ちわちゃん、うちのお父さんと同じって。もう骨の髄まで体育会系ってわけだ。そういうの脳みそ筋肉っていうらしいぞ。実際お前の思考は全て力任せ、正面突破、パワープレイだからな。おまけに精神年齢はいつまでもお子ちゃまのまんまだし、とても高校生とは思えない。バカ。え、エイ君のバカ。あ、切れた。エイ君のバカ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 、そんなのやってみないとわかんないでしょ。私脳みそ筋肉じゃないもん、お子ちゃまじゃないもん。ソファーに仰向けになって手足をジタバタする様は、誰がどう見てもザ・お子ちゃまなんじゃねえか。もういい、決めた。私、明日から恋をします。え、ただの恋じゃないわ、モテまくりよ。このチワワちゃんが本気になれば、夏川マスズなんか目じゃないんだから。いやいや、待て、お前どうやって男の気を引くつもりだ。やり方わかるのか。これから勉強するもん。だからどうやって。これよ。少女漫画。そう、少女漫画は恋愛のバイブルだってさえこさん言ってたもん。しっかり読んで、しっかり覚えて、反復練習して、ちゃんと大会で結果を出してみせるわ。大会。例えばほら、これこのヒロインの目、すっごい可愛いと思わない。こういう上目遣いの感じがきっと男子にはウケるのよ。いや、しかし、こないだ隣の席の子が持ってきてたパチレモンの記事にも、上目遣いがモテ皮って書いてあったの。やっぱり秘訣は上目遣いね。私、冗談からの目打ちが得意技だし。悪いことは言わない。言い過ぎたことは謝るから考え直せ。何よ偉そうに。だいたい A 君なんか恋もしたことないくせに、誰かを好きになったこともないくせに。お前はあるのか。あるわけないでしょ A 君のアホ。早速帰って練習する。これ借りていくからね。じゃあね A 君、1週間後くらいには私モテまくりになってるから、そうなってからチワちゃんはこんな素敵な女性だったのかって気づいても遅いんだから。あー、それは残念だ残念だ。ビーだ。1週間後、1年5組の春咲千葉が生活指導の教師から職員室に呼び出されたという噂が俺の教室まで流れてきた。聞けば千葉の母親まで呼び出されたという。いわく、千葉知った目でクラスの男子を睨みつけている、時々白目を向いている、っていうか怖い、ということらしい。その話を聞いて、夕ご飯はお肉たっぷりにしてやろう
と俺は思った。漫画や雑誌の通り可愛くやったのに、なんでモテないんだろう。とりあえずうちは肉食え肉。あ、まさか。ん？どうした？もしかして私が可愛すぎたから。肉食え肉。チワが清絶な爆死を遂げる一方で、順調に連勝記録を伸ばすやつもいた。夏川マスズである。6月に入っても告白の嵐は止まず、すでに延べ50回を超えたという話で、本人曰く、どなたともお付き合いする気はありませんということらしいのだが、それでも告白は後を絶たないようだ。これだけだとすごい人気者のように思えるが、実際の夏川はいつも一人だった。休み時間は席で読書、放課後はさっさと帰る。最初はクラスの男子がなんやかんやと話しかけていたが、そのうち教室では抜け駆け禁止みたいな暗黙のルールができて、遠巻きにめでるだけになってしまったし、女子からはもう露骨な敬遠。モテまくるのも考えものといういい例だ。千葉によーく言って聞かせたい。さて、6月1日に行われた席替えで、俺はその夏川の隣の席になった。俺としては夏川がどうとかより窓から2列目の最後尾という落ち着ける席になったことが嬉しかったのだが、野郎どもからは嫉妬の視線を浴びまくった。一度振られてもめげずに夏川を狙ってるらしいサッカー部の山本からは、信じてるからなと握手を求められたが、信じられても困るのでとりあえず握手は拒否った。すると翌日、軌道も夏川狙いだという噂が立ったので、慌てて握手しに行った。言っておくが、これは俺がヘタレだからではない。いわば平和の精神の表れである。ラブ&ピース。ああいや、ラブはいらない。ピース&ピース。俺としては平和に波風を立てず、医学部推薦への道を突き進みたいのだ。もちろん、恋愛も波風のうちに入る。まして夏川マスズみたいな有名人が相手だなんて、冗談じゃない。そんなわけだから、お前らの心配は全て杞憂なんだよ。山本およびその他男子、わかったか？ということなんだよ。なるほど、それは災難だったね。あの子たちにしてみたら、夏川さんの隣の席って羨ましいだろうからね。もしエータの席をオークションにかけたら、かなりの値がつくんじゃないかな。開催するときは教えてくれ。真っ先に出品してやる。うん、わかった。必ずだよ。昼休みの教室にて、俺と机をくっつけて昼飯を食べているこいつの名前は麻生薫。俺の親友だ。薫は同級生のことをあの子とか彼らというふうに呼ぶ。それが全然嫌味じゃないところがこいつの人徳だと思う。薫とは中3の時同じクラスになってからの付き合いで、俺の家庭の事情や千葉のこともおおよそ知っている。それでいて必要以上に踏み込んでくることはない。中性的なルックスと穏やかな物腰もあって、男子にも女子にも人気がある。何より薫は距離感ってものを完璧にわきまえている人間関係の達人みたいなやつで、俺が学校にて唯一落ち着ける聖域みたいな男だ。それより僕はチワワちゃんの方が心配だな。チワワ？チワワちゃんコートを決めたら一直線でしょ。モテまくりが成就するまで諦めないんじゃないかな。根性でどうにかなるもんでもないのにな。剣道じゃあるまいし。チワワちゃんなら普通にしてればモテると思うんだけどね。ああ、喋ったり動いたりしなければきっとモテるだろう。それじゃ神社の狛犬だよ。だけどチワワちゃん、中学の時に一度告られてるはずなんだけどな。え、誰に？男子剣道部の部長。結構有名な噂だと思ってたけど、知らない？初耳だ。へえ、あのチワがね。でもあいつが誰かと付き合ったなんて話聞いたことないな。そりゃチワワちゃんが断ったからじゃないの？なぜそんなもったいないことを？どうした？いや、
エータのことだから本気でそう言ってるんだろうなと思ってさ。当たり前だろう。俺は冗談は嫌いだ。知ってるよ、真面目だもんね、エータは。なんだよ、ずいぶん思わせぶりじゃないか。もしモテまくりが成就したとしても、チワワちゃん、それはそれで困るんだろうね。また断るってことか。まさか今回は違うだろう。あいつだって彼氏が欲しくてモテまくりを目指してるんだろうし。ん？そうだったっけ。どうも千葉の考えることはよくわからんな。やれやれ。で、その日の放課後、事件は起きた。木戸くん、今日は私と一緒に帰りませんか。は？ねえ、一緒に帰りましょう、木戸くん。夏川、俺今日用事あるって。そうでしたか、それは残念です。それじゃあお先に失礼します。夏川のやつ、いきなりなんだって言うんだ。席が隣だからたまに話はするけど、一緒に帰るようなレベルじゃないはずだ。まあ美人にありがちな気まぐれだろう。明日になれば俺のことなんて忘れてると、その時は思っていた。ところが翌日も、その翌々日も、夏川は一緒に帰ろうと声をかけてきたのだ。ねえ、一緒に帰りましょう、木戸くん。一体何が目的だ？目的？何かの罰ゲームか？どこかで仲間が見ていてデレデレする俺を指さして笑おうって魂胆か？そんな手には乗らないぞ。言ってもいいのかしら。何がだよ。一緒に帰りたい理由をこんなところで言ってしまっても。だからそれを聞いてるんだよ。ダメだ、飲まれるな。クールになれ。それはその、あなたが好きだから。は？あなたにメロメロなの。待て、意味がわからん。あなたがエロエロなの。余計わからなくなった。あなたがエロエロなの。ようやくわかったけど事態が悪化した。大騒ぎになってしまいましたね。お前もうここにはいない方がいいと思うわ。噂になってしまうし、お願い、どこかに連れて行って私をさらって。そんな芝居かかったセリフはやめ。だけど結局言いなりになっちゃいました。てへてへじゃねえんだよ。どうしたの急に。自分の心の声にツッコミを入れるのは控えられた方がいいですよ。不審者扱いされてしまいます。隣を歩く私の身にもなってくださいね。だったら一人で帰れよ。なあ、そろそろ話せよ。何をでしょう。どうしてあんな嘘をつく。嘘？告白だよ、俺のことが好きだって話。まあひどい、私の勇気を振り絞ったあの告白を嘘だって言うの。ああ。本当はあなたのこと嫌いだって。そうだ。顔を見るのも嫌、同じ空気を吸うのも嫌、席が隣同士とかぶっちゃけありえない。やーい、バーカバーカ、童貞野郎、ここを気取ってんじゃねえよ、ただチキンなだけのくせに。とさすがにそこまでは思ってなかったかな。全てお見通しということであれば仕方ありませんね。おっしゃる通りよ、木戸くん、あの告白は嘘。さすがあなたは他の男子とは少し違うと思っていました。さて、何からお話ししたものでしょうね。あっ、履いてないパンツ。履いてますよ。え、でも今履いてます。いや、それは困るんだ。どうして。第三次大戦で世界が滅ぶ。滅べばいいじゃないですか。クラスメートに履いてない疑惑をかけるような輩がいる世界は滅ぶがいいのです。俺のせいで世界が。すまない、俺の思い過ごしだったようだ。よろしい、素直な人は好きですよ。ああ、そもそも何の話だったか。
なぜ私が嘘の告白をしたのかというお話です。少し長くなりますが、木道くん、私がたくさんの男子から言い寄られているという話は知っていますか？4月の入学以来もう2桁告られてるとか、そういう噂はな。はい、正確にはこの2ヶ月で合計58回告白されています。ほぼ毎日じゃないか。贅沢な悩みだと思われるでしょうけれど、正直困り果てています。毎日毎日他のクラスの男子や上級生が教室まで私を見物にやってきて、まるで動物園のコアラのよう、誰が私を落とすかという愚かな賭けまで成立しているそうです。あることないこと噂されるし、本当にいいことなんて何もないのですよ。友達はいないのか？中学の時の連れとか。私7歳からずっと外国で暮らしていましたから、この町には3月に戻ってきたばかりです。なるほど、それは確かに辛い状況かもしれない。じゃあいっそ誰かと付き合ってしまえばいい。誰かとは？告白してきた男子の中から選べばいいだろう。そいつと彼氏彼女になれば他の連中は諦めて引き下がるんじゃないか。彼氏彼女、なぜ私がそんなチリアクタどもの同類にならなくてはいけないのかしら。恋愛を絶対の価値観として崇め、クリスマスだのバレンタインだのの旅に貢ぎ貢がれ、知れ者のようにウフフアハハと浮かれろと。恋愛ってそんなに素晴らしいものかしら。だったらなぜ地上のもつれで殺人が起きるの。結婚してすぐ離婚する夫婦が絶えないの。捨てられる子供がいなくならないの。あなたは分かっているはずよ、木道くん。恋愛は決して素晴らしいものなんかじゃない。少なくとも誰もが無条件で賛美できる代物ではないって。したい人はどうぞご勝手に、でも私はごめんだわ。ときめきを探そうだの、もっとラブしようだの、この夏気になるあの子にアタックだの、大きなお世話よ。私に言わせれば宗教の勧誘と何ら変わりないわ。恋愛教という名のこの世で最も悪質な宗教。そうか、よくわかったよ。それで俺に告白ってわけか。つまり彼氏を作ってしまえば100連発花火みたいな告白の嵐は終わる。だけどお前は恋愛なんてしたくない。それなら彼氏のふりをしてくれる相手を見つければいい。さすが学年トップの秀才、察しが早くて助かります。でもどうしてその相手が俺なんだ？だってあなた私と同じでしょ。すぐに分かりましたよ。あなたって恋愛に興味ないというより毛嫌いしてる様子でしたから。友人と話してる時でもそういう話題になると目をそらすでしょ。相槌が投げやりになるでしょ。伊達に隣に座っているわけではないのですよ。すごいなお前。最初はホモかと思っていました。やっぱりすごくね、畜生。そういうわけで正式にお願いします、木道栄太くん、私の彼氏になってください。まあ理屈はよくわかった。恋愛アンチの俺ならばフェイクとして最適ってわけだ。しかしやだね。彼氏といっても毎日一緒に帰るくらいでいいのですよ。家の方角も同じようですし、お手間は取らせないと思いますが。いやだ、男子からは嫉妬されそうだし、女子からは噂されそうだし、あとお前のファンから呼び出し食らってボコられたりとか。心配性ですね。励ますよ。上等だ。育毛剤やカツラの情報は日々収集している。私たちやはり似た者同士かもしれませんね。まさかお前もハゲを気にしてるのか？いいえ、心配性仲間という意味です。彼氏のこと断られたらどうしようって。だってそうでしょ、こんなことを頼むのは恥ずかしいし、もし言いふらされてもしたら。見損なうな、そんな真似はしない。もちろん信じています。ただ心配性の私としては石橋は叩いて渡りたいのです。だから木道くん、なんだよ。彼氏の人選には恋愛に興味がないということ以外にもう一つ要素が必要なの。それが何かわかるかしら。何がだよ。それはね、木道くん、絶対に私を裏切れない人という要素。
この二つの要素が揃っているのは、キドウ君しかいないの。だから私は、キドウ君を逃がすつもりはないのよ、キドウ君。さて、これは何でしょう？なんだよ、その汚いノートは。4月21日、日曜、晴れ。今村まで例の指抜きグローブを買いに行ったが、不思議そうな顔で、ないと言われた。品揃えの悪い店だ。あるいは、人気すぎて品切れなのか？早く手に入れて、冷え切った街を熱く駆け巡りたい。はぁ？4月22日、月曜。今日の帰りは雨が降っていた。折りたたみ傘は持っていたが、濡れて帰った。雨はいい。汚れちまった俺の罪を、きれいに洗い流してくれるから。いやいやいや、風邪ひくだろう、どう考えても。4月23日、火曜、曇り。帰り道千葉に、どうして爆竹なんか持ち歩いてるの？と聞かれたから、こう言い返してやった。ならお前は、武装テロリストに襲われた時、どう対処するつもりなんだ？圧倒されたのか、千葉は何も言わなかった。全く女は浅はかだ。アホが極まってるな。テロリストに襲われる心配より、お前の脳みその心配をしろって。それ俺のノートじゃねえか！ご名答。これは、鬼道栄太くんの中学校時代の日記帳です。なんでお前が持ってんだ！駅前の古書店で購入しました。525円、かっこ税込み、かっこ閉じ。それは嘘だ！いいえ、カラー図鑑、動物のすべて、かっこ増補改訂版、かっこ閉じのケースの中に収まっていました。あそこの店主さん、かなりのご老体ですからね。気づかずそのまま店頭に並べたのではないでしょうか。そんなバカな！俺は日記帳を小学校の入学祝いに買ってもらった図鑑のケースに隠していた。今でもちゃんと押し入れの中にしまってあるはず。あれ？どうだったかな？この春に大量の古本を売り払った時、あの図鑑も混じってた？いやいや、そんなはずはない。動物図鑑だけはのけておいたはずで。でも、あれ？現実から目を背けるのは愚かなことですよ、鬼道くん。中学の時は随分やんちゃだったのね。今の優等生前としたあなたとは大違い。それとも今でも頭の中はこんな風なのでしょうか。返せ！いや。返してくれ！その日記にはいろいろとヤバいことが。安心してください。すでに全ページスキャンして PC に保存してあります。あ、セキュリティは万全のつもりですが、うっかり流出ということもあるかもしれませんね。ネットって怖いわ。一度流出したら半永久的に残ってしまうそうですよ。終わった。俺の人生終わった。それではもう一度返事をお聞きします。鬼道栄太くん、私の彼氏になってくださる？悪魔め。あら、私耳が遠くなったみたい。PC がウイルスに起こされる前兆かしら。はい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 、なります。夏川さんの彼氏になります。これからはマッスーズと呼んでください。じゃあ明日も一緒に帰りましょうね。愛してるわ、エータくん。こんな感じで夏川マスズとの奇妙な彼氏彼女の関係はスタートしたのだった。え、あいつなんか普通じゃね。お嬢様の好みってわかんねえ。はあ、好き勝手なことを言いやがる。ちょっとだけマスズの気持ちがわかった気がするかも。夏川マスズに彼氏ができたという話は翌日には学校中の噂になっていた。まったく呆れるほどの伝達力、いや伝染力と言うべきか。誰と誰が付き合ったとか振られたとか、そういう話はあっという間に広がる。マスズの言い草ではないが、恋愛教徒どもの熱心さときたら、江戸時代の隠れキリシタンも裸足で逃げ出すというものだ。もっとも、マスズが何か手を回していた可能性もある。噂をきちんと広めないと、告白から身を守るための防波堤にはならないからだ。人間諦めが肝心ですよ、エータ君。私が幸せになれるよう一緒に頑張りましょう。お前だけ幸せになるのかよ。エータ君。なんだよ。これからの放課後、
少なくない時間を共有していくのですから、なるべく楽しく過ごしたいとは思いませんか？まあその方が建設的だな。時間にして20分くらいのこの道のりを毎日いがみ合いで過ごしても仕方ねえしな。でも具体的にどうすればいいのでしょうね。そりゃあ買い食いしたり、たまにはどこか遊びに寄ったり。まあ楽しそうけれど、それを毎日というのは。ま、確かに。じゃあやっぱり会話を楽しむべきだろうな。彼氏彼女らしく仲睦まじいラブラブトークで盛り上がろうというわけですね。ラブラブか。ラブラブです。無理だな。無理ですね。自分で言って鳥肌が立ちました。考えてみれば別にラブラブにこだわる必要はないんじゃないか。え、フェイクですものね。会話が弾めば何でもいい。昨日見たテレビ番組についておしゃべりするとか定番だな。わかりました。では早速。エータ君、昨日のまぐれ刑事ドンツー派は見ましたか？もちろん見たさ。いや、あのラストシーンしみたね。犯人に撃たれて今はの際にいるっていう相棒にタバコをくわえさせてやるシーン。それで禁煙中だよバカ野郎ってセリフがまたしびれる。ああいうの憧れるよ。酸いも甘いも噛み分けてるっていうのか。今時珍しい骨太なドラマだよな。神だよ神ドラマ。誰もそこまで立ち入った話はしたくないというか。あ、そう。そもそもそんなドラマ別にどうでもいいというか。じゃあなんで聞いた？エータ君は話題が貧困そうですから、とりあえず人気番組を上げておこうかなって。悪かったな貧困そうで。通常の貧困には食料や資金を援助すればいいですが、話題の貧困には何を援助すればいいでしょうね。それなら共通の趣味の話題とかどうだろう。ではエータ君、ご趣味は？ん？階段下のスカート覗きとパンツ泥以外であげてくださいね。そんなものを趣味にした覚えはないが。まさか趣味どころか人生そのものだと。だから違う。ごめんなさい、エータ君のパンツにかける思いを傷つけてしまったのね。こうなったらお詫びに私の。ああ、スカートをつまんで持ち上げるな。ああ、大声を出さないでください。先日の履いてない疑惑もここで解いてあげるわ。今日の下着はちょっと大胆なんです。ソーレースでかなり際どいところまで透けてしまっていて。あ、こんな仕打ちを受けると分かっていたならもっとおとなしめの高校生らしい下着を履いてきたのに。俺のせいみたいに言うんじゃねえ。ちなみに色は黒です。黒だって。なんてね。いくら彼氏とはいえ付き合って2日でそれを許すほど私はオレンジではありません。それを言うならハレンチだ。さあ立って、エータ君。楽しい下校はまだ始まったばかりですよ。気を取り直してもう一度楽しい会話にチャレンジしてみましょう。そうだな。それでは仕切り直しということで。エータ君、昨日のまぐれ刑事ドンツー派は見ましたか？ああ、見たよ。どうだった？まあそれなりに面白かったんじゃないかな。あの神ドラマを見てそんなチンケな感想しか言えないの？つまらない人。てめえ、俺を舐めてんのか！ああ、困ったわ。こんなにも会話が弾まないなんて。全部お前のせいだろうが！シワ、腕なんか組んでないぞ。え、マスズ、お前いつの間に、何のつもりだ？A 君、これは一体、どういうこと？私がモテないのに、A 君がモテるなんて生意気よ！あら、エータ君、こちらのちっちゃな子はどなた？ちっちゃくないわよ！あんたがでかいのよ！はいはい、どこしょ？小学生前提？っていうか、同じ制服着てるでしょうが！わかった、エータ君のファンの子ね。誰がファンよ、誰が！じゃあ泥棒猫？両極端な発想しかないの、あんたには！一体どちら様？ A 君の幼馴染！春咲千和よ！幼馴染なら、こんな狼藉が許されるとでも？楽しい楽しい下校デートに乱入だなんて、馬に蹴られても仕方がないとは思いませんか？え、これデートだったんですか？エイ君、どうして彼女ができたこと黙ってたの
や、その…すまん。あら、エータ君とお付き合いするのに春崎さんの許可がいるのでしょうか。そうよ、A 君とは長い付き合いなんだから、兄弟みたいに育ったんだから。あんたが A 君の何を知ってるって言うのよ。そういう春崎さんは何を知っているの。 A 君のことなら何でも知ってるわ。小3の夏、ロッカーに牛乳を放置したまま腐らせたことも、担任の吉岡先生のことお母さんって呼んで笑われたことも、マラソン大会の時にうんち踏んづけてしばらくあだ名がうんちブルドーザーだったことも。あらあら、なんて興味深い新事実。もう知りたい。というわけで A 君と付き合うならちゃんと私に断ってからにして。かしこまりました。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。私、夏川マスズは鬼道瑛太様とお付き合いさせていただいています。どうか温かく見守ってくださいますようお願い申し上げます。さあ瑛太くん、下校デートを続けましょう。おう。やだ。ん？あら、まだ何か。やだ。は？絶対やだ！やだやだ！ A 君があんたなんかと付き合うなんて！おい、チワ！受けて立ちましょう。障害が多ければ多いほど愛は燃え上がるのですから。おい、二人とも！うんだ！いいわよいいわよ！私だってすっごくかっこいい彼氏作るんだから、絶対モテまくりになってやるんだから。モテまくりですね、エータ君。もう勝手にしてくれ。ん？チワからだ。裏切り者って、そんなこんながあって1週間後。エータ知ってる？チワワちゃんの新しい噂。なんだ？また職員室に呼び出されたのか？そうじゃないけど、5組の子たちが言うには最近変なんだってさ。具体的にどう変なんだ？パンを口にくわえて遅刻してきた。は？なんだそりゃ。あと語尾ににゃーをつけて喋ってる。高校生でそれは痛いな。今時のアニメやゲームでもそんな安易なキャラ付けはなしだろうよ。サエコさんあたりに言わせれば。それから子供向けアニメのヒロインみたいなでっかいリボンをつけてきたり、歌舞伎役者みたいな厚塗りのメイクしてきて先生に怒られたりとか。リボンはともかくメイクか。今までのチワとは全く無縁だったものだな。エータには何か心当たりないの？ある。早く何とかした方がいいんじゃない？なんで俺が。だってエータのせいなんでしょ？いや、まさかエータがあの夏川さんと付き合うなんて僕も意外だったけどさ。それならそれでチワワちゃんのことちゃんとした方がいいと思うよ。まるで俺とチワの間に何かあるみたいな言い方だな。何かあるかどうかはともかく、チワワちゃんは今のエータにとって家族みたいなものでしょ。まあそうだな。だったら少なくとも人事じゃないよね。ま、頑張りなよ A 君。カオルってかなりモテるのに不思議と誰かと付き合ってるって話はないんだよな。誰か好きなやつがいるのかな。まさかチワとかな。なあマスズ、不許可。まだ何も言ってないぞ俺。なあマスズ、チワにだけはフェイクのこと話してもいいか、とでも言いたいのでしょ。ああ、わかりますよ。お人よしのエータ君が考えそうなことくらい。春崎さんの気候について責任を感じているのでしょ。まあな。春崎さんが他の誰かに漏らしたらどうするのです？フェイクであることがバレてしまったら防波堤としての用をなさなくなりますが。絶対秘密にするように俺からよく言い聞かせるから。ダメです。いいか、これは秘密の話だが、ここだけの秘密だけど、実はそんな風にして秘密は秘密でなくなっていくのですよ。
逆説の女子は秘密の大敵。すまん、俺が間違ってた。そういう素直に謝れるところ好きですよ。じゃ、何か別の手を考えなきゃいけないな。ええ、私も及ばずながら協力させてもらいます。一応話を整理させていただきますが、春崎さんの気候はモテまくりになるためということでいいのですよね。おそらくな。そもそも春崎さんに意中のお相手はいるのでしょうか。いや、いないと思う。本当に？そんな嘘をついて俺に何の得がある。千葉とは小一からの付き合いだけど、あいつの口から男の話なんて出た記憶がない。いえ、そういう意味ではなくて。じゃあどういう意味なんだろう。別に瑛太君に心当たりがないならそれでいいです。なんだよ、ずいぶん思わせぶりじゃないか。すると春崎さんは、好きな相手はいないけどとりあえずモテようとしていると。うんうん、ビッチですね。ビッチって言うな。人の幼馴染を捕まえてなんてこと言うんだ。ともかく春崎さんに彼氏ができてしまえば一件落着と、そういうわけですね。そりゃそうだろうけど、あいつに彼氏ね、全く想像できない光景だ。じゃあ作っちゃいましょう。作っちゃいましょうって、お前な、カップラーメンを作るようなわけにはいかないんだぞ。作戦は明日までに考えてきます。瑛太君は明日の放課後、春崎さんを私のところに連れてきてください。おい、何する気だ。今考え中です。明日のお楽しみですね。そういうわけで、翌日の放課後、東側校舎の3階、文化部の部室が集まっているフロア、その南端に位置する10畳程度の空き部屋にて。ワン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 、ガウガウ、痛い痛い痛い、ガブな、つけるな、痛くな、なんにゃ、こんなところに連れてきて、にゃあ、私なんかほっといて2人で仲良く帰ればいいじゃない、にゃあ。もう犬なんだか猫なんだか分かりませんね。いや、人間だろう。その部屋の室内にあるのは椅子と机だけ。片隅には畳が4畳敷かれていて、小上がりになっていた。その小上がりの畳に花の刺繍が鮮やかに映える紅色の着物を着た増鈴が端然と正座している。目の前にはなぜか習字道具が一式用意されていた。ようこそ春崎千葉さん。一体何の用にゃ、私はとっても忙しいのにゃ。本日は春崎さんを私たちのクラブに勧誘するためお呼びしました。クラブ？おい、聞いてないぞマスズ、何の話だ。あんた帰宅部じゃなかったにゃ、何部だって言うのにゃ。春崎さんは近頃男子から人気を得ようと苦労されているそうですね。その盛りのついたメス猫みたいな口調もモテまくりになるための作戦だとか。誰がメス猫にゃ。効果はあまりないようですが。これからじわじわ聞いてくるのにゃ。春崎さん、現実を認めてください。何がよにゃ。あなたは背も低いし童顔だし、どこもかしこもちっちゃくて、要するに見た目は子供。あんたが大きいだけにゃ。そして頭脳は大人のおもちゃ。意味わかんにゃい。ともかく見た目もやり方も根本的に幼すぎるのです。今のままでは1億年経っても彼氏の一人もできず、ましてやモテまくりなど夢のまた夢でしょう。だったらなんだって言うのよにゃ。自分で言うのもなんですが、うん、私はモテます。モテまくりです。もうモテてモテて仕方なく、自分でもうんざりするくらい、どうしようもなく殿方を引きつけてしまいます。ですが、こんな私といえど最初からモテたわけではないのです。たゆまぬ努力と様々な試行錯誤があったのですが、なんといっても大きいのはこれの存在です。あれ、なんだか見覚えのある表紙だな。おいこらてめえ、まっすぐ。私はこのノートのおかげでモテまくりになれました。それは一体どういうつもりだ。ちょっとエイク、うるさい。で、何、本当にそのノートのおかげで。このノートは
私の初恋の彼が残してくれた思い出の品、魅力的な人間とは何か、異性を引きつけるにはどうすればいいか、そういった教訓が日記の形で記されています。私たちのクラブはこれを教科書とし、モテ方の研究と実践を行っていきます。その初恋の彼はどうなったの？今年の3月、俺たちの戦いはこれからだと言い残して、コンビニに出かけたきり帰らぬ人に。アホか。そのごめんなさい、私無神経なこと聞いちゃって本当にごめん。え、目の前にモテなくて苦しんでいる人がいるのだとしたら、それを救わねばならない。彼ならきっとそう言うと思うのです。ましてあなたは瑛太君の幼馴染、見過ごすことなどできません。だからこの子を作ったのです。お願いです、アルサキさん、この私にあなたがモテまくるためのお手伝いをさせてください。あんたの事情は分かったけど、でもじゃあお願いしますだなんて急に思えるわけないじゃない。逃げるのですか？逃げるってんじゃないわよ。それとこれとは、勝つためにはあらゆる努力を惜しんではいけない、そうでしょ？そうだけど、つまらないプライドにしがみついて敗北するのは恥ずかしいこと、そうでしょ？おい千葉、深刻に考えるなよ。お前はお前で今まで通り頑張れば。それからこの部には瑛太君にもアドバイザーとして参加していただきます。もし春崎さんが参加しないなら、私と二人っきりの部活になりますが、それでも構わないのでしょうか？出ろ、やるわ。あんたの口車に乗ってやろうじゃない。おい千葉、何よ A 君、そんなにこの女と二人きりがいいわけ？もう知らんぞ、どうなっても決まりですね。楽しい部活になりそう。それで部室はここでいいとして、部の名前はどうするの？部の名前はこれです。自らを演出する乙女の会。なんか素敵な名前かも。いかにもマスズが考えそうなお嬢様チックな名前だな。ま、千葉が気に入ったんならそれでいっか。ん？なんだよマスズ。自らを演出する乙女の会、略して自演乙なんちゃって。はぁ？まさしく、正しく、こいつは悪魔だ。痛恨の弱みを握られ、フェイクで始まったはずの俺とマスズの恋人関係、そして幼馴染のチワをモテモテにするために自演オツの部活動が始まる。本当にいいの？え、私が先輩と付き合っても A 君は本当にいいの？千葉、これを機会に春崎さんも思い知るでしょう、恋愛なんかくだらないって。彼女のような純真な恋愛教徒に恋愛の虚しさ、馬鹿らしさを思い知らせ、その洗脳を解く。そうすれば彼女も恋愛アンチの仲間になってくれるかもしれないわ。ふざけるなよ松津。私は悪魔よ。次回ドラマ CD、 俺の彼女と幼馴染が修羅場すぎる第2巻、初めてのセルサセルレルラレルにご期待ください。私の言葉は全てフェイク、本当のことなんて何一つないわ。歪んでんじゃねえよ夏川松津。こんにちは、ドラマ CD 俺の彼女と幼馴染みってばっかり。いけるまだいけるよ。ドラマ CD 俺の彼女と幼馴染みが修羅場すぎる第1巻を聞いてくださったあなた、どうも
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ずるずるじゃあ最初から、春先千葉をやらせていただきました豊崎あきです。そして、はい、喜怒哀楽をやらせていただきました真島純次です。そして夏川マスズをやらせていただきました斉藤千葉です。まずね聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。このフリートーク、トークテーマがですね、うん、あなたの身近な修羅場的な。そう。今で、ね、今ナウナウ修羅場ナウ。身近って言えばナウだね。はい。うん、いやー噛んだ噛んだ。まあでもね言っちゃえば、うん、ちょっと私ちわちゃんね、うん、第一声目で噛んでます、ね、あそうそうそうキャラクターがそもそもねそうキャラがね乗り移ってたんですか、うん、うまいこと持ってったのうまいかこれどうですかどうですかいやー何よりやっぱりちわの印象だよねどっちのちわそれそれそういうやつ何どっちのそういうやつ違う違うキャラがどうとかじゃなくて俺は斉藤のシワさんを知ってるじゃないそうです私とマジマくんはすごい付き合いが長いからそうそうそう、そうだからマジがおいチワとかって呼んでるのそうそうそう普段からチワって呼ばれるから、うん、だからなんか妙に反応しそうなしなさそうな変な感じなそうどんざきちゃんにチワって言うわけでしょ、はい、そうなんですよすごい違和感なわけですよそうだから私も音響監督さんにこうリテイクとかの時にチワちゃんって言った時にちょっとぼーっとしたりする逆に今度斉藤チワさんが反応するそうそうそうあだだだっていうぐるぐるぐるってなった、ね、すごい修羅場でしたけどねなんか脳内修羅場っていうそうそうそうなんか分かんなくなっていっちゃってあとは私も春崎さんって呼ぶんだけど豊崎さんって言いそうになっちゃってなんかぐちゃぐちゃぐちゃってなっていろいろ混ざるんだそうそうそうまあもう誰が誰だかよく分かんなくなってしまった人はもう一回聞き直していただけたらそうですね改めて聞いていただいていいんじゃないかなってすごいよねもうこういう状況ってどうなんだろう女子二人にせつかれるのはそう今日実際マイクも、うん、真島先生を二人で挟む形で挟んでそうですね修羅場を演出してみましたけどそうですねもうとてもいたたまれない感じですよね、でもねある意味こうねこうワンドリームじゃないですか、うん、まあねまあ夢のような展開なのかな普通こういうのを聞いてらっしゃる方からするとねなのかなと、うん、いやでもねそういう作品の主人公とかを、まあ、ちょこちょこやらせていただく機会もあるんですけど、うん、まあどこの現場行ってもいたたまれないですよやっぱ女の子の方が比率が多くなるからそうだね誰を選ぶのってなるしねそうそう聞かれても困るし取材とかでねそう絶対聞かれんのよでも、ね、昨日だかも聞かれたんだけどじゃあどっちにしますか、困るお約束のようですかじゃあ千葉であどっちうまいまたこれいやすごい修羅場だねやだねこういう答えする人一番やだでもどっちのってところはね言わない心の中、ね、こういうことを言っているあなた修羅場になるので今日気をつけください気をつけてください2巻でまた会いますかそうですねですなのでこんな感じで賑やかに収録をさせていただきましたきっと2巻ではもっともっとテンションがぶつかり合い、うん、そしてバトルが繰り広げられるんじゃないかなと思いますのでぜひぜひ皆さん引き続き応援よろしくお願いします。聞いてくれてどうもありがとうございました。ありがとうございました。また